デビット・フレータスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント郡、ミルトン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2010年の MLB ドラフト15巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズで、プロデビュー。2011年は、A 級、ヘイガーズ・ダウン・サンズでプレーした。2012年は、 AQ ポトマックナショナルズでプレーした。2012年8月3日にカート鈴木とのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は参加の AAQ ミッドランドロックハウンズでプレーした。2013年は AQ ミッドランドとトリプル AQ サクラメントリバーキャッツプレーした。2013年12月12日にジム・ジョンソン 後日発表選手とのトレードで、ジェマイル・ウィークスと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。2014年と2015年は、参カの AA 級、ボーイベイ・ソックス、トリプル A 級フォークタイズでプレーした。2015年のルール5ドラフトで、シカゴ・カブスから指名された。2016年は、参カの AA 級テネシース・スモーキーズとトリプル A 級、アイオワ・カブスでプレーした。 2016年11月、アトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2017年8月30日にメジャーに昇格し、同日行われたフィラデルフィアフィリーズとのダブルヘッダー第2試合でメジャーデビューを果たした。2017年10月27日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。2019年4月14日にサルビア氏とのトレードで ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2021年2月5日、久保リーグのキウムヒーローズと契約した。同年6月23日、キウムからウェーバー工事されることが発表された。キウムでは43試合に出場して、打率2割5分7輪、日本類が14打点を記録した。ありがとうございます。